こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は一本の動画にするには素材がちょっと少なかったから、いくつかの画像を合わせてオムニバズにしたというね、そういうシリーズでございます。まず最初に三石温泉。三石町とは日高方面にあります。1979年に開館して、2005年に閉鎖したという温泉施設でございます。温泉以外に、 宿、宴会場が存在しました。入り口にヒグマの剥製がありますね。これ一瞬本物かと思いました。温泉の入浴料は大人400円、子供200円でした。現在はもちろん閉鎖されているので間違っていかないようにしてください。こちらの浜ナス層というのは宴会場だったそうです。食べれるお宿って書いてますね。 食べれるお宿って書いてますが、え大体の宿は食べれますよね。 この看板、いいですね。この三角の漢字と浜ナスが書いてある。浜ナス層。食べる。お宿。そして、何、えー、と言っても一番の魅力は太平洋と日高山脈を同時に見渡せる施設なんですよね。景色は絶景だと思うんですけれども、まあ、残念ながら閉鎖してしまいました。確か閉鎖した理由が崖っぷちにあるからちょっと危ないとか、そんな理由だったような気がします。お湯は白っぽい菓子 色の濁り湯だったそうです。このお湯を使った新しい温泉施設がここの近くにあるそうなんですけれどもこの動画を編集している最中に知りましたそして隣にお土産や販売店駐車場もとても広いですおそらく観光バスがたくさん止めれるぐらいのスペースはあると思います 17年前に閉鎖して現在も残ってますね。そして札幌市西区西野にあります丸はショッピングって書いてますよね。ずっと知りませんでした。西区の西野の住宅街の坂道のちょっと上がったところって言えばいいんですかね。ちょっと難しいんですけれども、あんまりメジャーではないショッピング。そしてその隣にも昭和のこのようなタイルの素敵な建物があるんですよね。 どうやらクリーニング屋さんなんですけれども、このクリーニング屋さんの向かい側にも、白と茶色のちょっと変わったこの飾り部分のあるね、お店があります。居酒屋さんがありますね。続きましては、丁寧の教習所の敷地内にある、このバスの前方部分の、この窓部分っていうんですか、この車種のバスって めったり見ませんよね相当、えー、昔のものだと思われます現在使われていない感じがするんですけれどもこうやって保存してあってあ昔の懐かしい写真集を眺めることができますただ後ろを見るとナンバーが書いてるんですが、えー、札幌ナンバーではなくこの学園って書いてるのでちょっと特殊なナンバーなのかなと思って見てますけれども どうなんでしょうね。そして、えー、その横にちょっと新しめのバスですね。現在もこのバスは走ってそうですね。上鉄バスとかでもなんかこの車種ありそうですね。中之島自学って書いてるんですが、丁寧の教習所にありました。この看板なんかもね、何が書いてるのかちょっと読めませんね。 丁寧教習所自体非常にレトロな雰囲気がありますえ。免許の更新で言ったんですけれども、まあ、あの、高校時代を覚思い出しますよね。一つの教室に、あの、たくさんの人が入って、えー、教習所の先生が説明するっていうね。また、なんか高校時代に戻りたいですね。高校時代に戻って先生に怒られたいです。もう40歳を超えると、えー、人に怒られるということもないので、怒られることに非常に飢えております。 この日は免許更新の講習で行ったんですけれども、このボタンっていうのは問題が出て、えー、例えば3番を押して正解か不正解かっていう、そういうマシンだと思うんですけれども、私の行った時はあの使いませんでした。12345、多分ここに回答が出るんでしょうね。 トイレも男性は青、女性は赤ってくっきりしている感じ、教習所って感じがしますし、このすりガラスの感じなんかも非常にレトロな雰囲気がありますね。階段の数字は意外と普通でした。ただ階段の両サイドの黒く塗っている部分とか、ちょっと剥がれた感じとか、いいですよね。 これから免許を更新するとか、これから教習所に通うって方は、ぜひ、丁寧教習所の内装、非常にレトロなので、見てみると面白いかもしれません。そして、場所が飛びます。小樽です。館のケーキなんですけれども、実はずっと、何ヶ月かね、休業してまして、11月から営業を再開したんですが、まあ、あの、入ろうとしたんですけれども、あの、まだね、この時はやってませんでした。以前に動画にしたんですけど、 この内装非常に優雅で真っ赤なソファーがあったりしてあのすごい素敵な空間なのでままたた後日行きたいなと思っておりますこれも小樽の服屋さんなんですけれども服もね素敵なんですけれども横にあるこの4階までの案内看板この看板の形と色あと書体このすべてが70年代とか60年代の素敵さがありますね。 えまた場所を通ります。オムニバスですからね。え豊平川の青、赤、ーのこの休憩所みたいなところですかこれもそろそろ更新されんのかなと思ってね、いつ変わるのかなと思って見ております。えさらにオムニバス場所が飛びます。江別の商店なんですけれども、まだこんな素敵な商店があるんだなと思って見てました。12号線よりもちょっと住宅街側に入っていきます。 そして札幌市内です。昭和48年なので1973年に建てられた大きなマンションがあるんですけれども、このマンションがね、非常に札幌市内でも屈指の味のあるマンションだと思います。管理室からこの絵画の感じ、階段と間取りの感じとかね、もうすべてがもう南北線と同じぐらいの世代の建物ですから、やっぱり昭和の貫禄がありますよね、この 床の感じとか、どうしても現代のお金のかかってないシンプルな簡素な感じのマンションと比べちゃうんですけれどもねやっぱり昭和の建物最高ですトランクルームなんかもあって事故物件をあのトランクルームに変えたのかなとか思ったんですけれども、まあ、そこは調べてませんこの間取りとかも書いてますね 外観はこんな感じです。非常に素敵なマンションなので、私も住んでみたいなと思うマンションの一つです。続きましては、ロマンスの生まれるホテルといえばいいですかこういうようなホテルっていうのも、あの、スタイリッシュでデザインも凝ってるんですが、やっぱり一点物っていうものが多いので、老朽化したらやっぱり解体の道に進むのではないかと思っております。2030年にあ札幌にねあの、新幹線が延伸してきますけれども、 その頃まで残ってるのかな、まあ、残ってればね、まあ、いいかなと思っている建物でございます。 ま、自転車でサイクリングする方とかね、こういったスタイリッシュなロマンスホテルって言えばいいんですかね、こういうホテルを目にすることがあると思うんですけれども、新しく建てるっていうことはおそらくないと思うので、これから減る一方だと思います。そして内部です。殺落乳牛、殺落の建物なんですけれども、看板だとか、隣にある、えと、乳牛乳牛の診療所みたいなところがあるんですけれども、非常に 味わい深い深建物でしたこの辺りは苗穂通りって言うんですけれども苗穂通りもまた素敵な建物がたくさんあったので後日動画にしたいなと思っておりますそんな感じでオムニバズなので場所も飛びましたし建物のジャンルなんかもバラバラでしたただリズムよく見せたことによってまあ一つでもねあこの建物いいなと思ってくれれば幸いですありがとうございました